ホセロンドン・カスティーヨは、ベネズエラ・ミランダ州カラカス出身の元プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。1997年に、アマチュア FA で、ピッツバーグ・パイレーツと契約。2004年は、スプリングトレーニングで好成績を残し、AQ a ・アルトゥーナカーブから飛び級でメジャーに昇格し、4月7日にメジャーデビュー。二類種として129試合に出場し、8月には、 ダリズ、347、オプス、971の高成績を残し、月間 MVP 候補に選ばれる活躍を見せた。オフのベネズエラウィンターリーグのリーガベネソラーナで、ベースボールプロフェッショナルでは、レオネスデル・カラカスの中心選手として78打数24安打の活躍を見せた。2005年は、守備面での活躍に加え、101試合の出場で、 前年を上回る成績を残し、打撃面でも進歩のあったシーズンとなったが、開幕直後に腹筋を痛めて故障者リスト入りした。8月22日のセントルイスカージナルス戦では、エクトルルナと二塁ベース上で交錯し左膝を負傷し、再び故障者リスト入りして、シーズンを終えた。2006年は、自身初のフル出場を果たしたが、5月には5試合連続で、 本類打を放つなど、打ちまくっていた時期があったかと思えば、9月にはわずか、087という月間打率に終わるなど打撃での安定感に欠けた。ピッツバーグパイレーツ時代2007年は監督のジム・トレーシーが、前年は主に三類手を守って、首位打者を獲得したフレディ・サンチェスを二類手へ、コンバート。 ユーティリティプレイヤーのホセ・バティスタを三塁手に固定したため控えに回った。そのため本職の二塁手の他に遊撃手やメジャー昇格後初となる三塁手、右翼手としてもプレーした。2007年12月にフロリダ・マーリンズに FA 移籍。2008年のスプリングトレーニングでベーバー工事されてサンフランシスコジャイアンツに移籍し三塁手として レギュラーを獲得した。12月23日、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約した。しかし、翌2009年のスプリングトレーニングで解雇される。その後、5月15日に、台湾の統一セブンイレブン・ライオンズと契約した。13本塁打をマークするも、10月2日に対談。横浜時代2009年12月18日に、横浜ベスターズと契約。 2010年は打率、273、19本類打、55打点、オプス、755の成績を残した。守備では2類種で15失策を喫したが、守備イニング500以上の2類種で、9回トップの RF を記録。1類種、右翼種、左翼種での出場もあった。11月16日に、スティーブン・ランドルフ、クリス・ブ・チェックラと共に、球団から、 自由契約を公示され退団。2011年は、メキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズでプレーしていたが、6月22日に、千バロッテマリーンズへの入団が発表され、同年7月5日の対北海道、日本ハムファイターズ戦で、初出場し、同試合では1本塁打を含む4打数4のアンダ3、打点の成績を残した。以降、シーズン終了まで、主に4番。 一類種として起用された。しかし、269、5本類だと振るわず、11月30日に翌年の契約を結ばないことが発表された。ロッテを離れた後は主にメキシカンリーグにてプレーし、2012年はベラクルスレッドイーグルスに所属。2013年はプエブラ・パロッツでプレー2014年は再びベラクルスレッドイーグルスに所属し、 シーズン途中からトレードでタバスコキャトルメンに移籍2015年はタバスコキャトルメント再契約。2016年はベラクルスレッドイーグルスと契約するが4月21日に解雇となる。27日にカンペチェパイレーツと契約するが5月24日に自由契約となる。その後2017年6月には イタリアンベースボールリーグのパルマベースボールクラブと契約してプレーしていた。2018年12月6日、関係者により母国ベネズエラで交通事故死したと伝えられた。37歳ボーツ。カルロス・リベロが運転していた自動車が高速道路に転がっていた岩に衝突し、同乗していたカスティーヨとルイス・バルブエナが死亡。リベロは一命を取り留めたものの重体と報じられた。 三人は、ベネズエラトーキリーグのバルキシメトカージナルスでプレーしており、6日に約360キロ離れた遠征先の町から、本拠地バルキシメトに車で帰る途中であったが、高速道路上にあった岩は事故を誘発させた上で、窃盗を行う目的で、意図的に置かれたものと見られており、その後当局によって4人の男が、死亡した2人の所持品を保持していたことから、 強盗容疑で拘束されている。もともと遊撃手だったが、ピッツバーグパイレーツ時代にはチームメイトに、遊撃の名手のジャック・ウィルソンがいたため二塁手に、コンバートされた。失策は多いものの、二塁手、トップクラスの強肩と、殿堂入り二塁手のビルマゼロスキーから、かつて、現在、メジャーで最高の二塁守備と絶賛された守備を持ち味と、し、 横浜時代も500イニング以上出場の二類種で、得点換算リーグトップの数値を残した。打撃では意外性があり、パンチ力も秘めるが、指を選ばないフリースインガーであったため、メジャーでは2005年の307が最高と出塁率が低く、甲不調の波が大きかった。ベネズエラウィンターリーグのレオネスデル・カラカスでの愛称は、エル・ハチャ。アメリカ、台湾。 日本でも、アチャという愛称で呼ばれている。レオネスデル・カラカスには1999の2000年のシーズンから所属しているが、チームがカリビアンシリーズで優勝したシーズンは怪我で、出場できなかった。横浜ベイスターズでの応援歌は、過去にアルキメデス・ポゾに使用されていたものが流用されていた。また千葉ロッテ・マリーンズでの応援歌は、カスティーヨの対談後、 クレーグブラゼルとイリー・モーペーニャに流用されている。ありがとうございます。